バンサンド・ポール、または、ヴィンセンシオア、パウロの、1828年依サンバンサンド・ポールと改名されたプーイで、農家の家族に生まれた。彼には4人の兄弟と2人の姉妹がいた。フランスのダクスで、人文科学を学び、トゥルーズで進学を収めた。1600年に司祭に除外され、財産相続のために、マルセイユに赴くまで、そこに泊まった。 1605年、マルセイユから戻る途中で、トルコ人海賊により、囚われの身となり、チュニスに連行されて、奴隷として売り飛ばされた。彼の二番目の主人は、帰郷した、フランス人であった。主人を、キリスト教に改心させた後、1607年に、その主人と二人で、ボートで逃亡し、フランスのアビニョンに到着した。フランスに戻った後、彼は、ローマに行った。 そこで彼がフランスにアンリ四世への施設として送り戻される1609年まで勉強を続けた。彼はチャプレンとしてマルグリット・ド・バロワに仕えサンジェルマン界隈にいた。しばらくの間彼はクリシーで教区司祭をしたが1612年から著名な一族であるゴンディ家に仕え始めた。彼は ドゴンディ夫人の長財司祭及び霊的指導者であり、彼女の援助によりその領地で農民への宣教活動を始めた。1622年には、ガレー戦隊のチャプレンに任命され、ガレー戦の奴隷への宣教に従事した。1625年、彼はラザリスト会として知られる、宣教司祭の修道会を創立した。1633年、 ルイーズとマリアックの支援で、聖ヴィンセンシオア・パウロの愛徳修道女会を創立した。また、ヤンセニズムの異端とも戦った。彼は、慈悲と謙遜、そして寛大さの誉れが高かった。彼の事前と奉仕活動は有名になったので、ルイ13世は彼を相談役として選んだ。しかし、マザラン・数奇教との対立で宮廷から遠ざかり、 フロンドの乱の間は貧しい者への世話に従事し続けた。1660年にパリでこの世を去った。1705年にラザリスト会の総長は劣勢調査を開始するよう要請した。1729年8月13日、教皇ベネディクトゥス13世によりバンサンド・ポールは劣服された。約8年後の1737年6月16日に、 教皇クレメンス12世により、劣勢された。1885年、教皇レオ13世は、愛徳修道女会の守護聖人とした。彼はまた、愛徳兄弟会の守護聖人でもある。彼の死から53年後の1712年に、意外は掘り出された。証言によれば、彼の目と鼻のみがある程度の腐敗を見せていたという。 1737年の劣勢の最中に再び掘り出された時は地下の浸水により腐敗しているのが見つかった。彼の遺骨は老人形の中に入れられ、パリにあるラザリスト会の本部のチャペルにあるガラス製の生物容器の中に展示されている。彼の心臓は未だに腐敗してはおらず、こちらはパリのヴィンセンシオア、パウロの愛徳姉妹会のチャペルの 聖遺物容器の中に展示されている。1737年、彼の祝日は、ローマ天礼歴で7月19日に含まれていたが、それは、彼の死去日がすでに他の聖人である聖、コスマスと、聖ダミアヌスの祝日に当てられていたからであった。元は二級祝日として祝われていたが、1960年には三級祝日と、同等に、格下げとなった。 教皇パウロ6世は、聖人が西側ではより知られているので、彼の祝日を9月27日に移し、代わりに、聖、コスマスと、聖、ダミアヌスを9月26日に移動した。また、彼は、英国国教会と米国聖公会で集計されており、その祝日は9月27日である。貧しい者への奉仕のための事前組織である聖、ヴィンセン パウロ会は1833年にフランスの学生により創立された。同会は現在132カ国に存在する。ありがとうございます。